全部担保しますよ、そのためのエネルギーは自分で使えるようにしますよっていうのは、まあ、未来の知らない、全然そんなことないの、家にいるよりもあれに乗って外に出て誰かと会ってお話した方が絶対に価値が高くなって僕フローティングカーレーターを活用した災害時通行データの公開、これがあの次の86で、まあ、トヨタの社長がかなり肝入りの車でエンジンが結構後ろに下がった、下に下がって後ろに下がったんだけど、まだフロントアクセルの前側にエンジンありますよね。だから重配は50-50いかないですね。フロント 53% ぐらいになっちゃうかな。エンジンはトヨタのインジェクター使う直噴で、スバル初の直噴はトヨタによってもたらされるんだけど、で1760ぐらいで250万ぐらいかなって感じだね。まあ世界は今フェラーリとかみんな四駆になってる時代なのに、なぜか四駆のスバルが FR 作ったっていうところがおかしいけどね。これが日本の急速充電器で、まあ、500-600 万ぐらいで、まずこれはうまくいかないと私は思ってます。その理由は？だって500-600万だよ。そうですよね。テスラにしても BM にしてもヨーロッパアメリカのメーカーはこういうものに頼らないで電気を充電できるように作ってるから、うんうん、日本はもうガソリン車と戦おうとするからね。やっぱりテスラ方式が一番合理的だよね。あの、うん、テスラの充電器っていうのは19万5000円で作るのね、200ボルトで。だからさっきもアメリカで15アンペアで240ボルトで、うん、4時間で16キロワットの SOC 多分30、90ぐらいだと思うんだけど、うん、だとにかくリチウムをでかくしたら充電に時間がかかる、値段が高くなる、車が重くなる。だからいかにバッテリーちっちゃく作るかがいろんな意味で鍵だと思うけど。え、充電システムはお家にはないです。じゃあベランダからこう下ろしていいアイデアしました。まあそれより燃料電池がもうトヨタも GM もメルセデスもヒュンダイ、ホンダ、みんなあの日産もそうなんだけど、燃料電池が今みんな本命と思ってて、2015年になるとバーンと世界中で燃料電池のあのがブレイクしますから、1000万円どころじゃないよ。トヨタの燃料電池なんてセダンで多分400万円ぐらいだよ。で、あのさっきの GM のジョージが言ってたけど、実はリチウムより安いって言ってたからね。だから太陽光発電が出ると、さっきのホンダのところが熊本で実験するって言ってたけど、太陽光ソーラーパワー水素っていうやり方があるんですよね。太陽光発電で電力を焚いて、もう水来てますからそこで水素を作れちゃう、と完全に自然エネルギー系になって、あの東レのカーボンはダイムラーと提携したものですね。で次の SL のルーフとボンネットとトランクリッドぐらいがこのカーボンになるんです。ウェン州立大学でその生態工学で、あのベトナム戦争の時に軍人さんがパラシュートで降りて足を折るんで、それのなんか死体実験をあのビルの上から落っことしてやり始めたのがダミーの一番のレースなんですね。で全部これはあの GM が最初やってて、今ハイブリッド3っていう企画になったのかな。で最近はその子供用とか妊婦さん用とか、あのいろんなサイズので、今だいたいにショートタンデで使ってるのはあのアメリカの平均男性の78キロぐらいのハイブリッド3っていうの。でここ頭と胸とあと下肢、あの下肢とあとこのかかとからの衝撃を見るセンサーがいっぱい入ってて、でそれぞれ全部加速度と、たわみ、胸はたわみかな、荷重たわみで全部データ取って、どれだけ人体に衝撃があったかって、でそれは どれだけ何 G かかって、どれだけ肋骨に何ニュートンかかると、アメリカの平均男性だったら肋骨何本で済むっていうような生体側のデータと医学データと照らし合わせながら、
長い間やってきたアメリカの歴史があるんで、これ後ろのこのさっきのこの頸椎のところ、あの特殊な、これは側凸基準のやつですね。で今アメリカだけ側凸 の衝突基準が違うんでダミーが違ってたんですけど、それをもう合わせていこうと。